大沢千穂は日本のアイスホッケー選手。道路建設ペリグリン所属。ポジションは FW。北海道苫小牧市出身。父は元アイスホッケー。日本代表の大沢氷で親子2代のアイスホッケー選手。弟も U-18 及び U-20 日本代表に選出されている。6歳の時、苫小牧東小学校同好会で競技を始めた。 中学入学後、トヨタシグナスに入団。苫小牧東高校2年生の時、サムスン大東ペリグリンに移籍。2008年のバンクーバーオリンピック予選に高校2年で日本代表入りしたが、本戦の切符を逸した。2010年4月に苫小牧駒沢大学に進学。2011年アジア冬季競技大会で銀メダルを獲得。2013年2月に、 スロバキアのポプラトで行われたソチオリンピック世界最終予選ではチーム首相としてチームを牽引し五輪出場権獲得に貢献した大学を卒業後2014年4月からダイナックスに入社した2015年6月からアメリカ合衆国のデトロイトに渡り1年間ビクトリーホンダに所属した2017年2月にトマコマイ市で行われた ピョンチャンオリンピック最終予選で参戦全勝で、キップを手に入れた。代表選手の試合や練習はいつも苦しくものだと思っていたという。しかし2012年2月から代表コーチを務めるカーラ・マクラウドから楽しめとアドバイスを受ける。大沢は練習中から笑うように心がけ、いい雰囲気で試合ができてよかったですと述べている。アイスホッケー女子代表のニックネームは、 選手全員の話し合いでスマイルジャパンにしたという、ありがとうございます。